やっと起きよったな、ここや、ここのはず。今10時、ん9時か、9時10分。あれから撮っていくスタイルなのかな。これ分からん、絶対ちゃうけどな。俺手で取った。手で取った。毎回言う手で触るしな。このパンうまかった。うん、これうまかった。お前や、はい、I found it! I found a store! あ、これ美味しい。マジで、うん、食べよう。これがさ、遺体が知り合いがったんやけどさ、ヨーグルトじゃない？違う？いや、変。なんか乳製品の匂いがする。つまりヨーグルトや。なんか自分を映すのが恥ずかしくなったわ。前はそんなことなかったね。いや、前も恥ずかしかった。恥ずかしかったなんか前以上に慣れかな。あの時数ヶ月後に旅行行ってたからな、なんだかんだ。あ、そういうこと。まあ、2年何ヶ月ぶりやから。でも、トンネルと短いからさ。そうなん、そうなん。慣れた頃に終わってしまう。終わってしまう。色気づいて気にし始めた子もおるしな。そりゃそうよ。あの頃はね、だって登録して5人ぐらいしかおらん。いや、もっとおったわ。おったか。200ぐらいおったよ。でも、あの頃から600人しか増えてない、そう考えたら。いや、増えたもんよ、それ増えたよ、それ、600って。だって普段仕事終わってさ、家帰ってきてさ、よし、YouTube 見ようってなったら、もう学生時代と違って、ある程度厳選するよね。その中で、ゴンブログが選ばれとるんやで。貴重な時間を。確かに。ビジネスマンの。それ、すごいことよ。俺が時間を使わせとんのか。そうや。確かに。まあ、見とる人は子供かもしれんけど。ああ、まあまあね。でもコメントくる人は大人やね。ああ、なんか年齢はちょっと上そうやけどね、うん、この旅行動画って結構。この料理が美味しいっていう、カンボジア来て一番美味しい。間違いない。でも俺は昨日のやつも美味しかったよ。まさか昨日サンドイッチ食ったとかね。まずかったわけではないよ。パッションフルーツのジュース、これは大丈夫な。あの卵入ってるけど。あ、これ、うん、パッションフルーツ。あの時はウェイ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 言っとったけど、フルーテイン。気持ち悪い、気持ち悪い、これ気持ち悪い。ちょっと待って、なんか垂れてる。気持ち悪い、ちょっと待って、マジでやめて、マジで。非公開にしてくれ、あの君、いつからパンをフォークとナイフで食べるようになったの？そこまで変わってしまったの？あの頃はもう、ぐちょぐちょにしながら食っとったのに。君はまだ手で食べているのかい？一周回って戻ってくるの、手に。手から味感じるんか。俺も一時期あった、一時期あった、確かにナイフで食っとった時期が。経験したみたいな言い方やめてくれ。これは飲むんかな。飲むヨーグルトや。あ普通の飲むヨーグルトや。うまいわ。美味しい、ここの料理。あ、うまいね。間違いないわ、これ。飲むヨーグルトだ、これは。
ここにはビリヤードとかジムがあるらしい。おお、ちゃんとしとる、ちゃんとしとる。お前、喜んどる、喜んどる筋肉ワークが。いいんだ、このまま。これ、これがあればもう、これ。お水も用意してあるって。このジムも最高だ。ここを眺めながら走るのか、悪くない。今ってこんなごついの？ごついな、あ、いや、これごついな。これなんかやばい。こんなボタンないもん。そら飛んできそうやけど。俺もこういうやつやったことないから一回ちょっとやってみたいわ。ああ、やばい。ああ、行こう。軽い、うん、軽い。そういう重りない。いや違う、あ、ちゃうの、取り外すべき。あ、そうね。結果はさ、別で使うのかな、こういうね。これ、こんだけできんの、こいつじゃ。こいつ一台で全てできちゃうみたいな。そう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 、すごい、いいマシン。これいいマシン欲しい。これ欲しい。一家に一台。一家に一台はあるよ普通。いや、大体国が違う俺と。ね、おしゃれやなこの空間で。あれチェス、何あれ、あ、チェスもある。ビリヤードって。チェスのここはでかっ。ライブラリーに書いてあるけど本が全く見当たらない。すごいねこれ。これあれじゃん、これ屋根渡って向こうの部屋行けるやつか。ゲームでよくあるやつ。ここすごいね。いいね。ええとこやな、ここ。いいとこや。本当にいいとこや。暑、でも昨日夜やったからさ、あんまりなんかわからんかったけど、これ多分やっぱ暑いんやな日中。おお、ディフェンスは固い。おい。ホテル代はおごりや。怖い。この一瞬で。そんな冷たかない。ぼちぼちや。うん。でもいいねこれ。入ろう。一応海パンは持ってきた。入ろう。